やっぱりコミュニケーションも取って、この短期間の中で取っていかなければならないと思いますけども、なんか技術を教えてほしいっていうピッチャーもいますけども、それは惜しみなく教えてもらえるもんなんもちろん、そのなんか教えるとかアドバイスとかって言うと、やっぱりちょっと上からになってしまうので、まあ自分はそういうつもりはないですし、やっぱり自分も勉強しに来てるので、まあお互いこう意見交換しながら、お互いがこう成長していければいいなというふうに思います。ただ今回の侍ジャパン、WBC というのはまたオリンピック、プレミアとは違うんじゃないかなって、感覚が、注目度がって言われたんですけども、いかがでしやっぱり小学生の頃に見てたっていう、その特別感が、そこにダルビッシュさんが出てるのも、その時見てましたし、そこに一緒に出れるんだっていうのが、すごい楽しみですね。過去史上最強とかは言われてますけども、ただすごいですね。名前負けしそうなぐらい有名な方たちが出てるんで。そう、メジャーなかなか見てないっていう人たちでも、これはなかなかやっぱり、うわ、ドミニカ、うわ、でも、あのチームに勝って世界一目指してるんいや、本当にすごい価値があると思いますね。すごいなって、同じチームなんですけど、牧選手は感じるんです。そうですね。自分がテレビで見てきた人がいたので、そのダルビッシュ投手と同じチームそうです。見てた人とまさか野球できるとは、思ってなかったです。やっぱりこう2009年の優勝決まったシーンは、すごくかっこいいなと思って見てました。で、いつか自分もプロ野球選手になって日本代表っていうのは、やっぱりなんとなくですけど、その頃からやっぱり描いてたんですかね。いや、もう全然こう、描けるレベルまでいなかったので、あ、その時にプロ野球選手になりたいとか、いや、思わなかったです。WBC に出たいとか。思わなかったです。すってことは、なんとなく見てたんですね。いません。いや、もうファンとして、ファン、もう応本当援してファまンしですよた。ね。自分があそこにいたらじゃないんですよね。開けて練習してて、まあ、坂道ダッシュをして、で、帰ってきて休憩してたら、知らない番号から着信があって、まあ、かけ直したら栗山ですって言うんで、はいって言って、どの栗山さんですか？ マジで分かんなくて、で、栗山英樹ですって言われた時に、あっって言って、やばい、これはって。やばい、選ばれたと思って、うわーって、もうそっからそわ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 して。でも、まあ、ダルビッシュさんが一番年上なんですけどちょっとも、離れてますもんね。その次が僕ってことに最近気づいて。そうですよね。僕はちょっと前から気づいてて、変な話ですけど、まあ、今なんかもうこんな年齢なんだって思いました。僕もまだ22歳とか言いたいんですけど、意外とそうですね、今年30になるので。今、源田さんがおいくつですか？僕、今日30歳です。今日ですか？今日です。おめでとうございます。おりますありがとうございます。今日今日です。